ございます。今日は12月15日かなの水曜日です。空はなんか、あっちの方、ちょっと色ついてて綺麗ですね。なんか今曇りですけど、予報ではなんか、この後一日雨らしいですけど、なんか雨降る気配がないですね。でもなんか8時ぐらいから雨降るらしいですよ。路面は濡れてませんが。まあ、とりあえずね、実はね、あれっすよ。明後日から休みに入るんですよね。明後日から1ヶ月ぐらい休みに入るんで、まあ、ちょっとラスト2日ってことでちょっと頑張っていきたいと思います。そして今日の朝食は山崎のふわふわホイップサンド。なんか新発売らしいですね、これ。と、キッコーマンの豆乳ココア。あ、美味しいですね。なんか、中のホイップクリームとこの、コーヒー味なのかな?の、パンの相性がめっちゃ良くて、チョコがこれ意外とね、少しかかってるだけなんで、チョコの風味はちょっとかすかにあるっていう感じです。なんか、今までにない感じですね。じゃあ、チョコ風味だった。このチョコ風味とホイップの組み合わせがいいですね。このかかってるチョコがなんかその、脇役みたいな感じになってます。だからデザイン性がすごいありますね。ちなみに昨日の夜編集した仙台の動画は書き出しに2時間53分かかってますね。やっぱそこそこかかりますね。40何分、50分ぐらいの動画を 4K60p の1265で書き足すと、ここでかかります。40分の4倍だから160分。160分は、2時間40分ぐらい。するとオープニングのめっちゃ、時間かかるところを、オープニングエンディングの時間かかるところを考えると、やっぱこんぐらいの時間になるんですね。これやっぱ寝てる間とかにやるしかないような時間かかります。多分これは高解像度処理、今日じゃ終わらないと思うんで、多分明日以降のアップロードになると思います。あ、なんかすごい空が綺麗ですね。わお。めっちゃ朝日が雲に当たって、いい感じです。これ以上あっち見えないけど、綺麗ですね。この Vlog のアイコン揃ってるの、書き出した動画のアイコン揃ってるの気持ちいいですね。Vlog の一番最初にオープニングつけるようにしたんで、こんな感じでね、アイコンというか、このプレビューの表示というか、これが揃ってくれるということで、めっちゃ気持ちいいです。でもなんか、本当に下のタイトルのエピソード番号を見ないと、なんか、知らず知らず、すでにアップしたものを、でもそれが警告してくれんだっけ、YouTube が。同じの開けられないんだっけ?わかんないですけど、ちゃんとエピソード番号を見てあげないと、なんか表記したのと違かったりしそうなんで気をつけないといけないですね。案外アップロードは早いですね。結構でも意外と、結構撮ったつもりだったんですけど、40分ぐらいしか撮ってなかったんで、まあ、こういう動画にしたい、自分の作るこういう動画にしたい短めの方なのかなというふうに思いますけどね。すごい、めっちゃ綺麗な感じになってますね。なんか、光の当たり方が綺麗です。しかし、やっぱりね、こんだけ暗くなってしまいますね。まだ4時半なんですけど。でも、冬至が今年22日だっけ?だから、そこからだんだんと明るくはなってくると思いますけど、もう暗いです。なんだろう、これ。さて、コーヒーブレイクです。明治の、なんだっけ、なんか、サンドしてるやつ。家族にもらったんで、これ食べたいと思います。
なんかあれですね、明治のキャラメルサンドみたいな、あるじゃないですか、あれです。これめっちゃ大好物なんですよね。キャラメル感がめっちゃ強くて、外の何でしょう、チョコなのかな、チョコクッキーみたいなのもめっちゃ美味しいです。ものすごく美味しい。コーヒーとの相性抜群です。そう、これがね、本当に美味しいんで紹介したかったんですよ。このファミリーマートのバニラクリームサンドクラッカーっていうやつが、ほんとこれ自分大好きで、なんかいつもね、何本かストックしてるんですけれども、まあそのぐらい好きな、まあこういう、なんて言うんでしょうね、まあ名前の通り、こうクリームが挟まったクラッカーみたいなやつなんですけど、まあ一見どこにもありそうな感じにするんですけど、結構コーヒー自分好きなんでね、こういう系のお菓子好きで買うんですけれども、このファミマの、このファミマコレクションのこのバニラクリームサンドクラッカーがマジで美味しいんですよ。本当にこれがなんかズバ抜けて美味しく感じるんですよね。バニラクリームの甘みとクラッカーの塩味が絶妙なバランスですって書いてあります。本当そうなんですよ。マジで美味しいんですよね。なんか結構これね、売り場では目立つんですね。こんな感じで、まあこのファミマコレクションっていう、こうお菓子なんですけれどね、お菓子を中心のコレクションなんですけど、こうポテチとか、ああいうこうチョコ系のお菓子とか、なんて言うんでしょうね、ああいう、まあポテチのパッケージみたいなのがあるじゃないですか。ああいう風になってるんですけれども、これだけこう円柱状になってるんで結構目立って、でしかも安いんですよ。これね、何枚入ってんだっけかな、何枚入ってんだ。あ、ちなみにこれブルボンが作ってるみたいですね。作ってるの、でも販売してるのはファミリーマートと。14枚入ってます。14枚入って100円ぐらいなんですよ。だから1枚10円以下っていう、めちゃくちゃコスパもいいクラッカーです。ちなみに箱に入ってるんじゃなくて袋に入ってるんで、まあ、こんな円柱状の袋になってるんですけど、だからこうめっちゃ、狭いところにこうスポッとはめておけるっていうのもね、めちゃくちゃいいんじゃないかと思います。結構ストックしておきますね、これで。ちなみに保存するときはこの IKEA の、なんて言うんでしょうね、この、まあ、すぐ出入り口のところに売ってると思うんですけれども、この、なんて言うんでしょう、後付けジップロックみたいな、こういうクリップみたいなやつ、これがおすすめです。本当に試験ないですよね、これね。こんな感じで、この内側にこう突起がついてるんですよ。こう下側に2本、上側に1本突起がついてて、もうここでガシッと挟み込む感じになってて、で、ここで固定すると。これがおすすめです。結構、これ、1回買うと何個かついてくるんですよね。こんな感じで。IKEA のもう出入り口のところに売ってるんですけど、これでもう300円ぐらいかな。こう、長いバージョンと短いバージョンがあったりして。っていうのがね、結構お菓子の保存とかにおすすめで、結構ね、ここに挟んどくだけで全然試験ないんですよ。こんな感じでガッチリ、固定しといてくれた跡がついてます。はい、中のお菓子こんな感じですね。こう両側にこうクッキーっていうかクラッカーか。クラッカー両側にあって、で、その間に、クリームがサンドされてるって感じですね。このクラッカーもなんか、塩っぽいのがまぶされてる感じがするんですよ、塩。塩がまぶされてる感じがします。だから、程よいしょっぱみもあるって感じですね、クラッカーには。で、なんせ、結構サクサクめのクラッカーで、まあ、結構なんか、カスが落ちるタイプのクラッカーというか、まあ、クラッカーは大体そうか。でも結構、サクサク感の強いクラッカーなんですよね。で、中のバニラクリームが、これマジで美味しくて、なんて言うんでしょうね、結構、なんて言うんだろうな。なんか、涼しい感じの味なんですよ。涼しい感じ。ちょっとわかんないかな。うん、ちょっと一回。まあ、いや、食べてみてちょっとレビューします。うまく言えないんで。うん。うん。あ、やっぱうまいっすね。このね、クラッカーの部分はどっちかといえばしょっぱいんですよ。まあ、しょっぱいと言っても、コーヒーに合う種類のしょっぱいなんですけど、それにこの、間バニラクリームが挟まっているって感じなんですけど、これ、クラッカーに対してバニラクリームの量がかなり少ないと思うんですけど、これでもバッチリバニラクリームのね、味がするんですよね。てか、なんかすごいね、甘みが凝縮されてるような感じがするんですよね。なんか、本当にこう、なんて言うんでしょうね。凝縮された感じ、本当に、詰まった感じの味がする。こんな少量なのに、なん、涼しい味っておかしいか？結構なんか、すんごい甘いものって涼しく感じたりするじゃないですか、口の中が。まあ、そんな感じですよ。めっちゃ甘みがね、めちゃくちゃ凝縮された感じのクリームの
外側にこうちょっとしょっぱいクラッカーがあって、これの絶妙が、まあパッケージにもある通り絶妙なバランスだということです。これ一回買ってみてください。118円とかで買えるんで、マジでこれファミマで買えるんで本当おすすめです。これコーヒーとも抜群に合うんで買ってみてください。なんか舌の甘みの神経どこにあるんだっけ。舌ってこういろいろ辛さとか酸っぱさとかこう場所によって感じるの違うじゃないですか。その甘みを感じる神経を最大限に刺激してくれてるような感じがしますね。まあ要するにめちゃくちゃ甘いってことですよ。めっちゃ美味しいです。よし、やっぱこれ自転車のライト、デスクで充電満タンにできるようになったのでかいですね。やっぱり結構ね、このマイクロ USB っていうあれがあったおかげで充電するまでのハードルが高かったんですけれど、そのハードルがワンハードルあれされたっていうか、まあiPhone と同じぐらいのあれで充電できるってことだったんで、まあそこの充電ステーションでこれも充電できるようになったのはかなりでかいのかなっていうふうに思います。でもやっぱいいライトですよこの2つ。この前もね、友達にお前めっちゃそのライトいいじゃんって言われて、Amazon のリンクこの2つ送ったんですよね。買うか検討するって言ってました。今日は友人とジローに行ってきます。1ヶ月ぶりですよ、ほぼ。もうね、ジローってなんか間を空けると美味しくなるって傾向があって、1週間のジロー食べて1週間後に食べるジローと2週間後に食べるジローじゃ2週間後の方が美味しいんですよ。だから1ヶ月後のジロー、1ヶ月ぶりのジローマジで美味しいと思うんで、ちょっと楽しみです。誘ってくれる友達がいるっていうのはありがたいですね。来年から一人ぼっちになるんでどうなるか分かんないんで。ジローです。なんと待ちなし、最高。大ラーメンの、あ、足されてダメか。野菜少なめのニンニク油辛めで、1ヶ月ぶりのジローです。やばい、大の肉ダブル。うまかった。めっちゃ並んでるじゃん。タイミング良かったんじゃね。やっぱジロー間開けると美味しいっていうのは本当ですよ。1ヶ月ぶりのジローマジで美味しかったです。いや、なんか結構昼飯も食べてなかったんでペロッと完食してしまいました。野菜少なめにしてよかったですね。麺がねすぐ出てきたんでよかったんじゃないかなというふうに思います。でもちょっと油もちょっと少なくていいかなという感じがしましたね。結構こってりしてて、よく考えたらね、肉8枚も入ってるのかな。肉で結構な油の量なんですよ。肉結構半分ぐらい油なんで、あれでかなりの油の量なんで、追加油はいらないと思います。今度から油なしにしようかなというふうに思います。そしたらもうちょっとあっさりといけたんじゃないかなと思うんで、今度油なしでいってみようかなと思いますが、まあ油多かったとはいえペロッといってしまいました。美味しかったです。久々友達とジロー入れたんで、いろいろ話もできたんで楽しかったです。ていうか、なんか結構今日汚れました。白い服で言ったのが失敗だったかもしれないですけど、なんか結構跳ねちゃってめっちゃ汚れました。いや、ジローの後急激な眠気に襲われますけど、ちょっとやらなきゃいけないこといろいろあるんで頑張ります。いや、これは災害時いいんじゃないですかね。シガーソケットと AC 電源2発、 USB4 発、 Type-C2 発と、すごいですね。ここにバッテリーの今状態が出てきてて、ここにパーセント表示。ピンと合わない。ここにパーセント表示。ここに、これが今充電されてるワット数。そしてここが充電完了までの 100% 充電になるまでの残り時間書いてあります。で、逆に、出力してるときはこっち側に表示が出てくるみたいですね。すごいな。ヤクルトです。ヤクルト400。よっ。美味しいですね。